皆様ごきげんよう、チューリッププリンセスです。今日も私の美熟女ライブと、そして美熟女コーディネートに遊びに来ていただきましてありがとうございます。今日はこんな感じの、ブラック×レッドの、冬コーディネートにしてみました。こちらのスカート、これも可愛いんですけれども、ジル・スチュワートです。ジル・スチュワートの、私の得意なちょっとツイードのスカートですね。で、赤もちょっとこう渋めのお色ですね。そんなに、明るい感じじゃなくて、落ち着いた感じの、お色になっていて、そこにこう、キラキラ、こう、ビジューとかが施されていて、可愛くて、これ母も可愛いって言ってくれてました。これはもう、インして着るスタイルにして、結構ウエストマークな感じなので、もうこれも全然、きつくないですね。すごい余裕がある感じで着れるようになったんですけれども、これに、もうシンプルに上はカールパークレインの、リブニットです。黒の。このリブニットは私そんなにチクチクしないし、ちょうどいい感じでフィットして気に入っているので、結構ほぼ全色買いしました。こうちょっとこの、胸元のところが、これの画像だと全然わからないと思うんですけど、少しなんか透かし編みみたいに、一部なってるんですけども、これブラックだと思うんですけど、ブラック、ネイビー、あとね、白とかピンクとか、赤みたいな、ちょっと渋めのワインレッドみたいなのもあるんですけども、結構なんかほぼ全色買いした形ですね。で、結構もうヘビロテで秋冬結構着ちゃってるような春とかもかなって感じですね。で、これをインしてきて、この黒いタイツは、シルクタイツです。最近シルクタイツをよく買ってるんですけれども、前ネイビーのはね、あれ3000円台の冷え取りシルクタイツってちょっと高めなんですけども、これは2000円台です。これも楽天で見て、2000円台を見つけたので、これも買ってみました。かなりゆったりした感じで、全然締め付け感はない感じですね。まあ、やっぱりこう、厚みとか作り的には3000台の方がしっかりしてる感じはあるんですけど、まあ、これでも別に、いいかなっていう感じで、かなりゆったりしてるので、本当楽ではあると思います。ちょっと、細い人だとね、私もなんですけど、ちょっとこう、たるんじゃうところが部分的にあるかもしれないので、一生懸命引っ張り上げました。で、こちら、アンテプリマの、キラキラがついたスウェードのロングブーツです。こんな感じでもう、定番の赤、レッド、ブラックですね。もう赤と黒っていう、結構定番だと思うんですけども、こんな感じにして、今ちょっとまた、食後なので、お腹が出てたら、お腹がぽっこりしてたらごめんなさいなんですけど、こんな感じです。中には、オーガニックコットンの、ライブコットンかな?ライブコットンだと思うんですけど、オーガニックコットンの七分袖の肌着、インナー着てます。その上からこれを着てる感じですね。はい。で、私はブラジャーしないので、ブラジャーちょっと締め付けるのしんどいので、ライブコットンの、ブラトップとか、オーガニックコットンのブラトップな時もあれば、これは無印良品かもしれないですね。無印良品のカップ入りのインナーとか、なんかそのあたりを着てるような感じです。それを着て、で、それで、オーガニックコットンの七分袖のインナーを着て、それからこれを着てるから、結構3枚ですね、これ。重ねちゃってる感じなので、ちょっとボコボコしてたら申し訳ないんですけれどもね、っていう感じで、それでも、ウエストはちゃんと、余裕がある感じですね。これ前もっとなんかきつかった気がするんですけど、今そうでもないですね、全然。むしろなんか中にあんまり着込んでないと、ちょっと緩いかもしれない。これぐらい着ててちょうどいい感じですね。はい。ね、お腹出てたらごめんなさいね。こんな感じですね。後ろにはビジューはついてないので、
この前の前面にくっついてて、なんかいろんなオレンジとか黄色とかグリーンとかいろんな色が、あの赤いツイードの中に入ってる感じですね。で、今日はあのいつものように、映ってるかわかんないんですけど、いつものように、アルハンブラの白障害してきて全然、でよくこういうのに私ポンとアルハンブラやってることが多いんですけれども、今日はね、なんとなく気分的に、母がね、すごい若い感じなんですけど、ティファニーのオープンハートとかも好きで、結構よく、全然アラビフとかアラカンとかになっても、全然この、これ一番大きいのなんですけど、一番大きいのがすごい似合ってて、この大きいのをよくしてたんですね。なのでこれ母のなんですけど、なんかこれつけてみようかなと思って、つけてみました。なんか黒い、母も結構ベーシックカラーのとか好きなので、黒とかネイビーとか好きなので、なんかそういうのに、ポンとなんか、一番大きい、ティファニーのオープンカラーをしたりとか、なんかでもすごい母がするとすごい似合うんですね。若いイメージがあると思うんですけど、全然違和感なくて、なんかすごいめちゃめちゃ似合ってたんですね。って可愛いから。なので私も今日ね、なんか、アルハンブラでも良かったんですけど、なんとなく気分的に、この母の一番大きい、オープンハートをこの黒にポンとして、このブラック、レッドの、こう、なんだろうな、可愛いけどちょっとシンプルな感じの、コーディネートにポンとなんかさりげなくオープンハートするのもなんかすごいベタだけど可愛いんじゃないかなと思ってやってきました。こんな感じの今日コーディネートで、でまあブラックと、赤に私ベージュとか合わせるのも好きなので、またちょっともう着たり脱いだりが大変なので、暑いし今もう今日ね暑いです。この間、サンタコスの時すっごい実は寒かったんですね。でもなんか今、ようやくなんか暖房にお部屋が切り替わったみたいで、今日はなんか暑いぐらいなので、ね、暖かくしてきたつもりなんですけど、今日は暑くって、なのでちょっとコートも脱いだり着たりもなので、ちょっと割愛させていただくんですが、こう赤にベージュとか、こう赤黒とか白とかにベージュとか持ってくるの好きなので、この上に前ご紹介した小林真央ちゃんとお揃いのお揃いで母が買ってくれたっていうナネットレコのもうだいぶ前ですね、もうなだいぶ前に何年も前に買ってもらったまだ綺麗なんですけどベージュの上品なコートですね。ちょっと袖口とかこことかがフリフリになった何個か前の動画にコーディネート紹介にあると思うんですけども、それをこう、羽織ってきました。でも今日はなんか暖かいですね。急になんか暖かいです。はい。こんな感じの今日コーディネートです。でも、またフェーラーももういいかなと思ったけど、一応、これさっき使っちゃったんですけど、もう母が持ってた、オーソドックスな、もう赤、ベージュ、白のフェイラー。ね、なんかやっぱこの黒、赤、ベージュとかの組み合わせもやっぱり好きなんですよね。白、赤、ベージュとかも好きなんですけど。で、これもまたベージュと赤で、いちごちゃんですね。いちごちゃんを今日も連れてきました。はい、そんな感じのコーディネートです。皆さん、この間っていうか、昨日なんですけど、いろいろ私がね、昨日、おとついとかかな、なんか泣きながらいろいろ歌ってるサンタコスメ、なんか号泣して泣いてたりとか、ね、泣きながらキロロ歌ってたりとか、いろいろやっぱり、込み上げてくるものがあって、なんか万感の思いになったり、やっぱずっと応援してくれてた人のこととか思うと、うっとなるんですね。なので、そういうので、
MC でなんか泣いたり歌いながら泣いたりとか、最初の17歳の MC でももう号泣だったんですけども、あの記念ライブのあのところに本当にあのね、一緒にもらい泣きしたとか言ってくださったファンの皆さん、本当にありがとうございます。ね、嬉しかったな。みんな優しいなと思って、なんか私が泣いてるからね、すごいもらい泣きしたとかね、言ってくれて、一緒になんか泣きそうとかね、言ってくれたりして、本当に、さらにまた心が温まって嬉しかったです。ありがとうございました。そう、それを、そう言おうと思ってたのに。そう、美食女ご飯の中でも言おうと思ってたのに。なんか言えなかったから、またここで言ってみました。では、今日もこれいつぐらいのアップになるかわかんないんですけども、まだ全然記念ライブ開けられてないのでね、ちょっとどんどん後になっちゃうかもしれないんですけども、まあ、今日も、マイペースにいろいろ歌ったり踊ったりしてみたいと思いますので、どうぞ楽しんでいってください。ありがとうございました。チューリップリンセスでした。